何よ！おいおい、何を慌ててるんだ。俺だぜ。娘が。ふん、昔からやるときはやる性格だったんだ。ウヒー！ちょっと体調が悪くてな。それは女装のつもりなの？信じた道を進むか、もしその道がどす黒い悪なら。あんたただの他人って気がしないわ。調子が悪いのか。その格好で相手の集中力を削るつもり。うわ！疲れてる場合じゃないわよ。うわ、やめろ。こら、しまった。こいつらのことだ。疑い始めたらもっと何か俺にツッコミをかけてくるに違いない。変身がバレたらこいつらに半殺しに遭うし、変身を解かないと爆死するのはこの俺になっちまうし。はっ、言って遅かったな。空城城太郎、待っていたぞ。この時よ。すでにできていたな。いいぞ。今の弾丸は？人が何かを人に伝える、それは素晴らしいことだと城太郎が言っていたが。絶対に逃がさん。まだボケてはいないみたいだな。オレンジ。